ちょっと今回補足させてもらいます。やっぱりね、109円の575で私ね、ブレイクポイントを設定しましたよね、昨日ね。でなぜかね、これが動いていて、いやーちょっと私ね、エントリーをミスりましたよ。本来でしたら今含み益で待ってないといけないところでした。皆さんにはね、改めてこの補足動画で申し上げますけども、昨日私がね設定したのは109円の575です。まあ、ですので109円の575で、私もちょっと迂闊だったんでね、予約決済かけていませんでした。まあ通常かけないんですけども、エントリー損ねましたね。で今ちょっと妙なところでね、109円の575でブレイクポイント設定してあるのに、109円の785になってるわけですよ。これ全然違いますよね。20ピップスぐらい私ね、機械損失を起こすような形になってます。ですんで早速今エントリーしてですね、まあちょっと損してますけども、10ピップスぐらい、いやまあエントリーしようかと思いますんで、エントリーします。それでは引き続きポジション持った状態で、109円の785ではなくて100円の575でポジション持った状態でその推移を見守ろうと思います。ということで、昨日の相場解説、昨日の相場予測はまあおおむね思い通りになってましたということでございます。ちょっと補足動画もご覧いただきましてありがとうございました。